はい、対の住処でございます。ダークソウル2をもう一度やってみようと、悪戦苦闘しておりますね。で、前回呪縛者を倒しまして、ソウルが2万あるんですね。で、レベルアップももちろんしたいんですが、この後デニスを倒しに行こうと思います。で、何よりも武器を強化しようと思います。現在の装備、盗賊の担当メイス、なんですが、あとショートボーでございますね。で、悩む、この後のレベルアップも見据えて、はい、そうなんでございます。はい、メイスを使うなら、悩ましいですな。これね、長物もあった方がいいと思うんですよ。長物ね、はい、槍とか、ハルバードを使えるようになっておいた方がいいと思うと、どうしよう。最初は脳筋にしようと思ったんですが、それを見据えるとですよ、メイスを強化していいものかどうか。でもメイス以外に今ないもんな。ちょっと待って、落ち着け、ちょっと待って。ああ、ばあさんこっちに移動してる。ばあさーん、ちょっと落ち着こう。もし技量を上げるなら、遠いな、ハルバードは遠いよ。逆にあれか、ハルバードの方がウィングドスピアよりも近い。ちょっと待て、これか。モーニングスターっていう武器がありましてね、出血武器なんです。いや、でもこれはメイスの方が良くないですか。メイスの方がいいですね。メイスにしましょう。メイスの武器の強化をします。ショップじゃないよ、武器を強化する。さあ、メイスの強化をします。必要アイテム、くさび石のかけらが1個。これよく考えろ、落ち着け。強化します。はい、2個、ね、もう1個あげちゃおう。もう1個あげちゃえ。何、もう1回あげれる。ちょっとだよ、ちょっと落ち着け。ね、ウィキを見てないので、この後どうなるか大体の予想しかできてないんでね、怖いんですよ。炎のロングソードを上げとくっていうのはありですよね。ありですよ。メイスプラス2と、炎のロングソードプラス2を持って次のエリアへ行く。はい、いや、そうだ、デニスさんは鎧着てないからこっちの方が良かったんじゃない。持ち帰る。悩ましい。弓はもうとりあえず釣り敵をね、こう一体ずつ呼び寄せるためだけに使えばいいから、弓はしばらく強化せんでいい。届けばいい。で、対人はしないから担当はまだいい。あ、よし、じゃあロングソードだ。炎のロングソードを、どっちもプラス2にしました。これでちょっと使い分けていきましょう。で、前回言ってたんですけど、このあの大鷹のヘルメットね、こいつがね、
この羽がふわっとした時に暗かったりすると、敵が来たんじゃないかって勘違いするのね。ふわっとこうやって、敵とかって思っちゃうんで、これをね、これがね、どんだけビビりやねんって話なんですけど、猛者下級兵の兜、猛者下級兵のどんだけ持っとんねん、猛者下級兵の兜でもいいんだけどな、いいんだけど、なんかちょっとおしゃれな兜探しに行きましょう。おしゃれな兜、そう、おしゃれ要素ってのもね大事、おしゃれじゃないと。こんなまあ、見栄えも大事だよね、身だしなみ大事。アイアンヘルム、ハードレザーアーマー、ダークソウルのアイアンヘルムがね、無印の方のアイアンヘルムが結構好きだったんだけど、ここはこれだと顔映んないんだよね。ちょっとアイアンヘルム買ってみようか。はい、買いました。どうですか、これ。まあおしゃれ、おしゃれかな。エフェクトがおしゃれ感をさらにこう上げてるよね。いい感じでおしゃれだよね。おしゃれかな。おしゃれ、どう、ガーディアンシリーズは手に入れたけど、あれはないんやな。あ、そうだ、ガーディアンシリーズ俺手に入れたんや。ガーディアンメール、うわ、重いよ、すんごい強いけど、これは装備重量上がるまでは無理だな。結構おしゃれなはずや、これでおしゃれ。まあ猛者なんですけどね。で、これでレベルアップしよう。さあ、どうする、どうする。とりあえずヒットポイントが全てを解決するやろ。1、あと3つぐらい上げれる？スロット上げ、2、3、あー、4 これにしようか。うわぁ、父としてすまないな。でもまあまあまあ、いいじゃない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 、これでいいんじゃない。もう上質熟練を目指します。多分このゲームね、ダークソウル2は最終的に全部ガンガン上がっちゃうんだよね。で、なんやったらね、狙って、無名派生でしたっけ、無名派生でしたっけ、どう読むのかな、ない、明るいって書いて、あの派生のもあるしね、弱体化したっていう話だけれども、それでもそんなんもあるぐらいなんで、どんどん上げちゃっていいんですよ。ってなると、もう最初から上質熟練キャラで行きましょう。いけいけ、やっちゃった、やっちゃった。で、1000残ると、はい、いい感じじゃないですか。あー、よし、ちょっと待ってね、弓ある、93ある、全然ある、全然ある。よし、行こう、デニスを倒しに行こう。デニスを倒しに行きます。さあ、ボスキャラ、デニス、ボスキャラかな。
夜1回2回3回来るから、ここで、あ、2発で倒せるようになった。よし、いけるぞ。2発で倒せるぞ。ちなみに片手なら、片手も2発か。中の明かりって俺つけてたっけ？つけてるつけてる。よしよ。あれ、ここになんかなかったっけ？いないね。で、まず最初に、怖い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 、こう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 やって、こうやって、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつね、ちょっとずつ。一撃で倒せるスケルトン。よしよし、これならいけるぞ。一撃で倒せなかった。ファルシオン、さあこっから、さあこっからが問題。あいつを先にチャンス。これまた出てくるの待たなあかんのか。落ちた。よし、これ毎回これせなあかんか。毎回って言ったね俺ね。一回でやっつけれる気がしないんだね。一回でやっつけれる気がしないな。はい、OK。 これ上の上にさ、うそ、ん？あ、向こうから降りてる？ひょっとしてあいつら。あ、来た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 。どうしようどうしよう。で、こいつらを釣り上げておいてね、それでこれを登るんですよ。あいつらも登ってくれないから、そしたら上にいたりするんだよ。いないいないいない。あ、降りてる降りてる。一体だけ、一体だけだわ。あぶね。オッケー。何拾ったか全然見てない。バスタ、あっそ、先にこれが欲しかった。あー、バスタードソードが、先にバスタードソード欲しかった。バ使えたんじゃないですか。
バスタードソード。ありますね。バスタードソードありますね。先に、どの道ほら。どの道ほら、筋力足らないよ。早々にデニスを最後にするとか決めるんじゃなかったな。せめて、この辺のもん集めてから。よし、いい勉強になった。いい勉強になったよ。で、亀たちはどこに行った？亀たちはどこへ行ったよ？あいつらあそこにいんのか。全部向こうか。わかったわかった。落ちた。え、ひょっとしてあそこのカーブで落とせる？怖いよ。来た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 。いや、ダメだ。 ダメだ。 ちょっと一手ずつ来ようよ。君たちさ、食らっとるやないかー。ダメだ、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 ダメ
そこまで、あ、来てる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 。そこまで来てる、そこまで来てる。オッケー。あー、亀も来てる、亀も来てる。来てない。来てない。ちょっと待って、ちょっと待って。一体ずつだよ。一体ずつ。一体ずつ。デニスまでたどり着けへんわ。なんかいい方法ないかな。帰ってる帰ってる帰ってる。これさ、あいつら一緒に反応するんだよね。一体ずつ来てくんないんだよね。倒した。あれ？いない。あ、帰って、走って、走って帰ってくるあいつ。オッケー。倒した。よしよしよし、全員やったぞ。で、デニスよ。走って、はしご登って、走って、はしご登って、はしごに登ってきたところを殴る。どう思う？そんな作戦どう思う？走って、はしごに登って、はしごに登ってきたところを殴る。さあ、来るぞ。レザーグローブとか手に入れたよ。
危ねえ、危ねえ。登ってくるだろ。俺すっごい汚いよね。いい方法だと思ったんだかな。いい方法だな。いい方法だね。いい方法だよ。あれが正しい。あれが正しいね。あれが正しいね。今両手で、今両手持ちしたね、俺ね。両手持ちあかんよ。片手で行こう。行ける。あの汚い作戦なのは。あ、ついに消えた。あ、消えた。ついに消えた。はい、このゲームあれなんですよ。倒しすぎるといなくなるんですよ。そうか、寂しいな。ここのやつはまだいるんやろ。そうだ、最終的にはデニスと一騎打ちができるっていうね。全員倒せば、倒し続ければ。一体ずつなら大丈夫。はい、オッケー、大丈夫。一体ずつなら大丈夫。はい、オッケー。ヘッドショットを狙う。外した。いや、あいつは荒れてくるはずや。俺も食らった。ここでちょっとまめにね、回復。まず開ける。はい、そしたらここに来るから、はい、はい、はい、オッケー。わ、ここも開けとかなきゃダメだよ。ダメだよってことはないけど。あ、来ちゃった。はい、オッケー。で、
食らっとるやーん。食らってる食らってる。あれ降りてこない、あれ降りてこないわ。ちょっと頼むよ、降りてきてよ、降りて降りてきてよ。落ちた。落ちてきて、落ちてこい。もう一体いるだろ。二体か、二体しか来ないか、二体しか来ないのか。これ、一体ずつことだぞ。一体ずつことだぞとか言って。お、でも一体ずつなら。うわ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 。いる。あ、いる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 。うわ、やばい。帰っていった。帰っていったかな。いや、いるな。いるぞ。雫石。雫石を使え。帰った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 。補正をかけておりますので、画面に、皆さんにはですね、見えてるかと思いますが、私には見えておりません。来ました来ました来ました。はい、それよ。 OK。 縦振りの時に無理していかない方がいいな。横振りを待って、横振りを待っていくわけですよ。ちょっと待ってくださいね。もう1体いるんじゃない？いない？全員降りた？全員降りたかが大事。あ、全員降りてる。全員降りてるな。1、2、3。いや、1体足らなくない？これ向こうから行くしかないな。これで、はい、こうの。一体ずつ、一体ずつ、一体ずつ来ようよ。一体ずつ来ようよ。二体来てるね。二体だね。どう考えても二体だね。お、一体だ。いけますよ。もう一体いるでしょ。
来た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 。よし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 、いいぞいいぞ。はい、横振り最高。横振り、はい、横振りだわ。ありがとうありがとう。横振り OK で、デニスが来たので、ここでデニスが来たのじゃない、デニスを呼び寄せるので、ここで炎のロングソードにしとこう。あいつ服だろう。あいつ服着てやるから、この辺来ると来るんだよ。はい、来た。何も考えずに走れ、大丈夫、回復の時間もある。
や、待って、すいませんね。はい、このエリアのボスを倒しました。もうちょっと楽に倒せるかと思ったんだけどね。オッケー。朽ちた巨人の森完全制覇でございます。はい、朽ちた巨人の森完全制覇。ああ、はいはいはい、あれ、ここがかがり火だったっけ。でかがると復活しちゃうんだよな、みんなな。でこっちがなんだ、こっちになんかあった。巨人の木の実の種、はい、ここに巨人は安らかな眠りについている。これも巨人の記憶に行けるとこだっけ、こいつも。オッケーです。すいません、途中で夢中になって完全に。喋るのを忘れていました。危なかったですね。バスタードソードやってもうたな。また同じミスを犯しましたね。弓の時と一緒ですね。あそこにバスタードソードがあったとは。あ、いや、今もバスタードソードでやればよかったよな。もったいないことした。まあ、後半、強化アイテムは手に入ると思うので、これね、もうね、完全にね、あ、もうこれ完全にこれバスタードソード一択なんだよな。まあ使えないんだけどね。使えないんですけどね。20、ちなみにガーディアンソードは25の20でガーディアンソードが使えるのか。25にはならないけど、でも20にはなるんじゃない。これがガーディアンソード、ガーディアンソードじゃない、バスタードソード。はい、片手で、ちなみに片手だと、はい、切る切る、はい、両手突く、あ、両手で突きがあるのね、両手で突きがある。あ、便利便利。あ、これが一番いいな。やっちまったな俺は。またそうか、デニスを後回しにさせてバスタードソードを手に入れるのが遅れましたと、そういうことですね。はい、ということですね。はい、ちょっとレベルアップをしてから次のステージへ向かいたいと思います。あと7万7000あるからね、買い物しとこう。